そう思った俺は近づいてきた刑務官に一発きついのをお見舞いした。ブラックワールド。被告を無期懲役とする。俺の名は山口。たった今無期懲役になったところだ。なぜこんなことに言って？簡単さ、悪いことをしたんだ。気になった子がいてな、家まで何度もつけたことがあった。その度に通報されて捕まって、俺の気持ちを理解してもらえなかったんだよ。それにムカついて家族が集まってる時に家を燃やしてやったんだ。ゆらゆら炎が揺れているのが綺麗だったのをよく覚えてるよ。家族の叫び声なんかも聞こえてきたな。現住建造物等放火罪ってので無期懲役になった。これくらいのことで無期懲役だなんて、日本の法律は厳しいもんだ。おい、そこ、貧乏ゆすりはやめろ。ああ、なんだてめえ、貧乏なんだから貧乏ゆすりぐらいしてもいいだろうが。刑務所での生活は退屈だった。何年前のだよって本が置いてあるくらいで、娯楽は特にない。刑務所によってはパソコンを使わせてもらえるところもあるらしいが、俺もそういうところが良かったな。基本的には自分の罪を懺悔する時間や内職の時間、それと飯の時間くらいしかない。あとは暇な時間ばっかりだ。うんざりだこんな生活。早く脱出したいのに無期懲役。俺は一生このままなのか。ああ、うぜえ。おい、うるせえぞてめえ。ああ、こいつの名前はゆうたろう。なんでもヤクザの若頭だとか、この刑務所の囚人たちのボスらしいが、俺はそんなもの気にしなかった。うるせえな、こっちはイライラしてんだ。ヤクザの若頭だがなんだか知らねえが、偉そうな面すんじゃねえ。ある日、昼食中に囚人同士の会話を聞いていると、いい話を聞いた。模範囚になりてえな、俺もな。無期懲役でも模範囚になれば仮釈放があるんだってな。何？模範囚。こんなところまで来て真面目になるなんてバカバカしいと思っていたが、そんなメリットがあったとは。よし、決めた。俺は模範囚になる。刑務官さん、この作業私がやりますよ。おう、そうか、わかった。これはみんなが面倒くさがる作業なのに、すごいなお前。いやー、これも仮釈放、いや、みんなのためですから、嫌なことは率先してやろうって決めたんです。うむ、最近は悪態つくことも減ったし、真面目に頑張ってるようだな。これからも頑張れよ。刑務官だけじゃなく、他の囚人も俺を褒めるようになった。このまま行けば仮釈放も近いんじゃないだろうか。仮釈放されたらまずはビールだな。それに脂っこいものもたっぷり食おう。刑務所の飯はパサパサしてるもんばっかりだからな。山口、最近ずいぶん真面目になったらしいじゃねえか。俺に悪態ついた時とはえらい違いだな。あ、ゆうたろうさん。ええ、俺心を入れ替えて頑張ろうと思ったんです。そうか、そりゃ偉いな。そうだ、お前に一つお願いがあるんだが。何ですか？何でもやりますよ。明日あるところに行って探し物をしてきてほしいんだ。ちょっと落とし物をしてな。大事なストラップなんだが、頼めるか？ああ、それくらいだったら全然いいですよ。任せてください。頼むぜ。俺はゆうたろうの言われた通り、指定された場所に行き探し物を始めた。しかし一向にストラップなんて見つからない。おかしいな、狭い場所だし見つからないなんてことはないと思うんだが。おい、お前そこで何してる？え？そこは囚人は立ち入り禁止だ。看板が置いてあっただろ。え、看板なんてどこにも。まさか、ゆうたろうが俺をはめて。言い訳無用だ。
重大な規則違反だぞ。これはお前は懲罰房行きとする。懲罰房？そんな。懲罰房とは規則違反などを起こした囚人を一時的に収容する部屋のことだ。娯楽などは一切なく、ただひたすら懺悔だけをさせられる。しかし問題はそれではない。懲罰房行きになった人間は基本的に模範囚として扱われることはなくなるのだ。待ってくれ、俺ははめられただけなんだ、ゆうたろうに。うるさい、言い訳するな。待ってくれ。懲罰房は噂以上に孤独な場所だった。妙な匂いもするし閉塞的。それでいてもう模範囚として扱ってもらえなくなるだと。こんな理不尽があってたまるか。懲罰房から出してもらえたその日、俺は雄太郎に文句を言いに行った。よくもやってくれたな雄太郎。何の話だ。お前が俺をはめたんだろう。囚人は立ち入り禁止の場所に行かせて。お前が模範囚になろうとするからだろうが。お前生意気なんだよ。一生この刑務所から出してやるものが。ふざけんな。おっと、ゆうたろうさんに何する気だ。それ以上近づくならボコボコにすっぞ。こらなんだよこいつら。俺がここの囚人を仕切ってるって話は聞いてるだろ。それを知ってて俺に盾ついてくるからこういうことになるんだよ。やっちまえ。ゆうたろうの射程に俺はボコボコにされた。口中怪我して、食事の時は何を食べてもしみる。顔の怪我を見ても刑務官は何も言ってこねえ。もしかしてゆうたろうは刑務官にすら顔が利くのか。このままじゃ一生ボコボコにされる。そう思った俺は何とか模範囚になれないかともう一度内職や仕事を頑張った。しかしその度にゆうたろうたちに邪魔をされ、何とも懲罰房に入れられた。許してくれゆうたろうさん。俺は無期懲役でもう外に出ることができないんだ。模範囚になればもう一度外に出られるかもしれないんだよ。頼む、俺に外の景色を見させてくれ。そうだな、そこまで言うんだったら刑務官を殴れ。え？それくらいできるだろう。外に出るためだったらな。それともできねえのか。やるとも。刑務官を殴ったりしたら模範囚にはなれないかもしれない。しかし雄太郎たちをどうにかするのが先決だ。そう思った俺は近づいてきた刑務官に一発きついのをお見舞いした。貴様何をするか。許さんぞ。みんな来てくれ。囚人が一人暴力を振るった。瞬く間に人が集まってきて、俺は袋叩きにあった。当然懲罰房に入れられた。貴様、これだけで済むと思うなよ。刑務官に暴力を振るうようなやつは一生外には出られないんだぞ。そんな。当然だろう。そんな危険な人間出せるわけがないだろう。お前は一生ここにいるんだ。待ってください、そんな。ざまあねえな山口。ゆうたろう、嘘だろ。なんで俺がこんな目に。殴ればもうやめてくれるんじゃ。あれ、そんなこと言ったが。お前を一生この刑務所に縛りつけておくことしか考えてなかったから、何を言ったかなんて忘れちまったよ。ゆうたろう、てめえ。何がてめえだ。まあその懲罰房から出たら覚悟しておけよ。これまで以上にひどい目に遭わせてやるからよ。待ってくれゆうたろう、待ってくれ。それから俺は懲罰房を出てから何度もゆうたろうたちにひどい目に遭わされた。一生出られないと分かった以上、もう自殺するしかないと思っても、刑務官を殴ったほどの悪人というレッテルを貼られ、四六時中見張られてしまい、自殺もできない。模範囚にもなれず、毎日雄太郎たちにボコボコにされて自殺もできない。今となっては
問題を起こして閉じ込められる懲罰房が一番安全な場所になっている。もう俺の安住の地はここしかない。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。